さあ蒲田まで佐野が首位の藤枝を迎えての一戦、非常に硬いゲーム展開となったんですけれども、後半まず前半です、失礼しました、前半の14分、森島のシュートでしたけど、これが決めることができませんでした。そして後半に入ってのこのプレーです。ここで倒されました。重松がここで池が倒されたプレーですが、前にボールを運ぼうというところで松岡の足が入って倒されました。そして重松のこれがフリーキックです。見事のこのコントロールショット、何度見ても素晴らしいこのシュートが決まって、まず先制したのが蒲田マーレス佐野でした。ファンサポーターからも大きな声援、これを見てもらいましょう。壁の上をふわっと浮かせるゴールでした。今季2ゴール目を決めました重松のコントロールショット。さあそしてこの後です、蒲田マーレス佐野は左からの展開を見て中にイケアも上がってきます。この落ちたボール胸をトラップしてイケアがシュート、これも決まって追加点、2点目が入りました。このピカスタ令和最初のゴール、そしてイケア自身にとりましても J 初ゴールが決まりまして、2対0とリードを広げることになりました。これも見事なシュートです。まあここまでなかなか得点が入らなかったその気にとりましては、この後半の立ち上がりの2点が大きかった。思わずこのイケアも監督と抱き合うシーンがありました。さあそして今度は62分ですが、中に安藤が出して、そして森島へというところでしたけれども、枠を捉えることができませんでした藤枝。さあさらには71分、これが最後のところですね、失礼しました、最後のこれがアディショナルタイム、岩渕が決めたシーンです。これで2対1、1点返して、ここで大きな長い笛が鳴りまして試合終了ということになりました。